韓国のインチョン空港から今日午前中部空港に降り立った航空機。観光旅行から帰ってきた人たちに聞くと、イテウォンの事故どういうふうに受け止めてらっしゃいますか？ちょうど当日行こうと思って。この女性は韓国滞在中、おととい夕方事故直前にイテウォン観光に向かったといいます。ところが人が多くてやめたんですよ。なんでちょっと、びっくりはしてるんですけど、行かなくてよかったなっていう。一方、事故当日の夜イテウォンへ行ったと話す愛知県安城市の女性も帰国。せっかくだからってことで友達とイテウォン見てみようかっていうことで寄ったんですけども、地下鉄がすごい人で、もう前の人の足元を見て、その人が一歩上がったら自分も一歩上がるってしてないと、これ将棋倒してきたら怖いねって言いながら、もう端っこの方を友達と登ってたんですけど。この映像は女性と友人が撮影したものですが、事故後、笛が鳴り響く午後10時半過ぎのイテウォンの映像です。また人混みの中に駆けつけた救急車や消防車も映っています。今回の事故はイテウォンの坂道で起きてしまいましたが、こちらの映像は同じイテウォンでも別の坂です。この坂でもハロウィーン前とはいえ、画面奥まで多くの人が密集していたことがわかります。もちろん仮装して楽しんでいる人たちも。撮影した安城市の女性によりますと、おとといのイテウォンはあまりにも混雑していて、目的の場所にたどり着けず、しばらくして地下鉄でイテウォンを離れることに。ずっとしました。本当にもう日本で起きてもおかしくないのかなって思うので、気をつけなきゃいけないなって思います。